ウエストランドリンクスイギリス海軍のリンクス HMA-8 アグスタウエストランドリンクスはイギリスの航空機メーカーウエストランド社が開発したヘリコプター軍用民間用ハム用ヘリコプターとして開発された現在はアグスタウエストランド社が販売と製造を受け負っており16カ国の軍に採用されているほとんどの機体は開発元のウエストランド社で製造されているが フランス軍向けの機体はアエロスパシアル社でライセンス生産された。1990年代より登場した改良型はスーパーリンクスと呼ばれ海軍機として広く輸出された。イギリス軍においてリンクスは陸軍航空軍団及び艦隊航空隊に配備されている。イギリス陸軍は100機のリンクスアーを発注した。この型は攻撃型と呼ばれているが、 戦術輸送、護衛、対戦車戦、偵察、傷病者構想を含む多様な任務に従事する。また、BGM-71 等対戦車ミサイルの運用のためマルコーネリオット社製のアフックス3軸安定化格規管制システムを搭載する。攻撃型のうち R-7 と R-9 は陸軍で攻撃ヘリコプターとして R-7 は海兵隊の攻撃。 ファム用ヘリコプターとして運用されている。イギリス軍のリンクスの最初の実戦運用は、1982年のフォークランド紛争においてのことである。フォークランド紛争では、数機のリンクスが失われたが、それらは戦闘によるものではない。輸送船、アトランティックコンベア42型駆逐艦、コベントリー及び21型フリーゲート、アーデントに搭載されていた機体が、 それぞれの艦船が沈没したことにより失われたものである。2000年9月10日のシエラ・レオネ人質救出作戦では、シエラ・レオネから11人のイギリス兵の救出にリンクスが出動している。最も直近の実戦はイラク戦争である。イギリス海軍型のリンクスハズ及び HMA は中距離魚雷投車ヘリコプターとしてシースクア対艦ミサイル、または魚雷。 爆雷を装備して対戦線に従事する。リンクスの最も顕著な戦績はシースクアの運用によるものである。湾岸戦争においてリンクスはイラク海軍の小海艇をシースクアで撃沈している。演習から実戦、平和維持活動まで様々な場面にイギリス海軍の艦艇が展開するときリンクスは必ず伴われるべき標準装備となっている。 1972年、ロイ・モクサムの操縦によりリンクスは時速 321.74km のヘリコプターの速度世界記録を樹立した。この直後には 100km 周回コースでの速度を記録 318.504km を記録した。1986年には特別な回収を施されたリンクスがジョン・エッキントンの操縦により 時速 400.87km を記録。リンクスは長期にわたり、生産が続けられ、多数の運用者を得ておりそれに伴い、多くの派生型が生産された。リンクス R7 揚陸艦、裏岸から発艦するフランス海軍のリンクス着艦中のポルトガル海軍のリンクスマーク95。ありがとうございます。